マックス・ランデイは、フランスの俳優、映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。チャールズ・チャップリン登場前のサイレント映画初期の喜劇王である。日本では、マックス・ランデ、マックス・ランデール等とも表記された。1883年12月16日、ジロンド県サンルーベに生まれる。1905年、パテ・フレールが制作し、 ルイ・ガスニエが監督した短編コメディラプルミエール・ソーティ・ディ・ウン・コリー・ジーンに主演したのが最も古い出演記録である。1908年には主演作の短編コメディール・オブセッションでレキリーブルを演出し、映画監督としてもデビュー以降多く自作自演している。1917年にはアメリカ合衆国にわたりエッサネーフィルムマニファクチャリングカンパニーで短編コメディー マックスのトベエを監督、主演者としてマーサマンスフィールドらと共演する。同年、エッサネーでマーサマンスフィールドを相手役にマックスの離婚、マックスの運転手を発表する。1921年、アメリカでマックスランデープロダクションズを立ち上げ、長編コメディー、ライオンと征服将軍、女房欲しさに、翌1922年には、三笑い詞を制作。 いずれも監督、主演している。1923年8月2日、ジーン・ピーターズと結婚、翌1924年6月に長女が誕生する。同年、オーストリアのビタフィルムが制作した脱線曲場を、アベル・ガンスが自らのプロダクションで制作、監督した au サコースに出演している。1925年10月31日、パリで、 ベロナールの大量摂取による自殺を図り死去した。マイ41歳ボーツ。出身地のサンルウベボチに眠る。特筆以外すべて出演作である。1905年から1915年の時期の190作に関しては短編が多く、主なものに止めた。ありがとうございます。